はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の三角関数のグラフ丸1をお送りします。で、前回までね、三角関数の性質をやってって、こっからグラフです。で、一応前回もね、少し話をしましたが、なんとね、全部で一応4つの予定です。ちょっと増えるかもしれないんですけど、それのまま最初だと思ってください。で、今回はその次の関数のグラフ、そして周期を書いていきます。で、シンプルに y イコール sin θ、cos θ、tan θ、これのグラフを書いていく問題となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、行きましょう。で、さっきもね、話しましたが、全部で、まあ、4つの予定だと、この動画シリーズがね。で、サインシータ、コサインシータ、タンジェント、一番基礎のやつです、これが。で、この、大元を覚えておかないと、この先、これで結構ずらされたりするのね。そのグラフが横にずれたり、上にずれたり、いろいろするんですけど、それが分からなくなってしまうので、まずここは完璧に覚えてください。この3つのグラフの書き方ね。で、まずサインシータから行くんですが、今回、俺の一番の敵は、横ね、長い棒を書かなきゃいけないんですけど、それがまっすぐ書けるかっていうね。もうそこなんですけど、ちょっと待ってね。はい、まあ若干右落ちたけどね。で、これが y です。で、こっち x じゃなくてここ θ になります。いいかな、 y と θ、 x 入ってないからね、これね、 y と θ のグラフで、もう結論からいきます。まずで、結論からいくと、 sin のグラフ、 sinθ ねのグラフっていうのは原点通ります。まず原点で通って、こういうグラフになります。これもっとこうやってなって伸びていくんですけど、一応ここまで書いておく。これが、まず形を覚えちゃうといいです。こういう形。で、上の部分。これまたこうやって山が来るんで、もし学校の先生がそっちまでちゃんと書けっていう先生だったらそっちも書いてください。で、これね、スタートしてこういって、これが一回り。で、またこう続いていくんですけど、この一つ分が周期って言います。で、俺は自分が高校の時に一つの周期分を書けばいいって言われてたので、今回もそれしか書かないんですけど、もしみんなのね、先生が、いや、もっと書きなさいとか、こっちも書きなさいっていう先生だったら、それを合わせてください。で、一応こう横に伸ばしておこうかな。この部分、ここ、1です。で、ここ、伸ばそうか。これ、マイナス1になります。で、なぜなら、sinθっていうのは、1からマイナス1しかなんないから、絶対に。単位円考えると分かりやすいですけど。で、あと書かなきゃいけないのが、まずここ原点だからいいんですけど、ここです。θのね、軸とくっついてるここ、ここ。そして、そのてっぺんに来てるこの部分の θ と、この部分の θ です。これは書きます、必ず。で、これも先に答えから書きます。これ、まあ一番いいかな。周期分、ここが 2π です。で、ここ π です。で、ここが2分の π で、2分の 3π になります。だから、ひとまずこれで OK。で、周期も書かなきゃいけないんで、周期はね、さっきも言ったように、一つ分ね、こう来て戻ってくるまで 2π かかってるから、だから、周期は 2π になります。一応これで結論。で、一応でね、これがなんでこうなるかっていうとこなんだけど、これも単位円で考えていくとね、こうあるでしょ？単位円なんで1、1、マイナス1、マイナス1となってる。で、ずっと言ってきたように、sinθっていうのは y 軸なんだよ。y 軸。あ、これ間違った。y 座標なんだよ。で、y 座標だから、まず θ が0の時、つまり0ここでしょ？この時、y 座標いくつかって0じゃんか。だから、θ が0の時0なの。で、次。θ が2分の π、90度です。の時は、ここになるでしょ。これ、y 座標1だよね。だから、2分の π、90度の時に1になるんです。で、π、180度、ここに落ちてきます。y 座標は0です。だから、0。で、2分の 3π、270度。ここだね。
Y 座標マイナス1だからマイナス1になります。で 2π っていうのは360度一周してくるからまたここに来るから1になる、0になると。だからそれを繰り返してる感じ。こう来てでまたこう始まるから、だから同じ周期が続くのずっとね。これがサインシータのグラフです。いいか、ちょっとねこれね後でここ使わなきゃなんで消しちゃうけど。で次がコサインシータのグラフで、同じようにy でしょ、どうだどうだじゃないね、俺おかしいな、ちょっとごめんね、ちょっと許してくれ。こうなります。でさっきは原点スタートだったの。でも同じなんです、流れとしてはこの流れ、全部コサインも同じなんだけど、でもスタート位置が違くて、コサインはこっから始まります。つまり1から始まるので、1から始まってまあこんな感じ続いていく。ちょっとねおかしくなってるけど、まあ、こんな感じね。でここが1です。でさっきと同じくここがマイナス1になってます。また落ちてくる、その先でね、っていう感じで原点か。であとはさっきと同じような感じで、ここはまあいいね、この位置とここのシータ、そしてここのシータとここのシータを出していきます。いいかな。でこれも先に結論から書いてしまうと、上とね同じなんです。ここが一周してくるのに 2π かかるので、ここ 2π です。でその半分ここが π で、その前が2分の 3π で、ちょっとかぶってごめんね、2分の π となります。でこの4箇所が書き込まれてれば OK。 でももっと書けって言われたら書いてください、その時は。でこれも先に周期を書いてしまうと、ここスタートでこう来て、ここで一周ね、こう来てでまた始まるから、だから 2π で一周になるから、こっちも周期は 2π になります。同じくね。でさっきの単位を消さなければよかったと心から思ってるんですけど、もう一回ねこれもなんでそうなるか説明すると、こう単位があるでしょ。でコサインは今度 x 座標なので、0の時ここでしょ、 x 座標1だからね、だから1から始まる、0の時1なので、2分の π はここです、90度時コサインと x 座標は0になるから、だから0になる。で同じように考えていくと、 π180 度の時はマイナス1です、だからマイナス1に落ちてくる。ここで270度、ここは0になるからまた0で、 2π 一周したらここは1だから1だから、こう戻ってくる。でも流れは同じです、ちょっとずれてる感じ。これがね、これがサインシータ、そしてコサインシータのグラフで、タンジェントも同じような形だったら楽なんですけど、全く違うっていうね、タンジェントだけね。でタンジェントいきましょう。でね、多分ここ入らないんでちょっと右使いますね。え、どうしようかな、一回まあ中心で、ちょどこまで入るか微妙、あ、もうちょっといけるね、まあいいか。で、Y でしょ、で、C だと。で、一応多分ね、パッと答えだけ見てみたら分かんないと思うんで、こう書いとこうか。で、これがこれタンジェントシータね、のグラフを今から書くと。で、タンジェントシータのグラフなんですが、はい、ミスった、ごめん、ちょっと待って、 Y 軸もうちょっと右じゃないと入らなかった、この辺でいけるかな、大丈夫そうだね。で、ですね、先にまた書いてしまうと、これ全近線が入ります。こう切れないとことかね、切るとこが入るんですけど、で、どこにしよっかな、こうね、この部分と同じ幅でいきたいんで、まあ、この辺かな。これが、これ今原点ゼロでしょ、ここ黒じゃない方がいいかな、いや黒で、黒、うん、赤にしよう、ここ2分の π です。
まあ、90度ね。で、ここマイナス2分の π です。マイナスが切れてるの見えないでしょ、こうね。で、この部分前近線といって、ここ絶対くっついちゃダメなところです。いい？で、答えから言うとどんなグラフか、これはくっつかないようにして、ちょっとね、曲がったけど、こういうカーブ、これ、これがタンジェントシータのグラフです。で、前近線には必ずくっつきません。で、なぜかっていうと、タンジェント2分の π って値がないよね、90度って。同じくマイナス90度もそうです。だから、あっちゃダメなの、くっついちゃう。なので、こうなります。で、これに関しても、これね、何を書き込むかって結構先生指定されると思うんだけど、自分がやってたのは、これね、赤でいいよね。タンジェントって4分の π、45度の時1なんだよね。だからそれを書き込んでしまう。4分の π の時に1ですよって。で、同じく、マイナス4分の π の時にマイナス1なのね。タンジェント135度だから。で、それを書き込めって言われてたんで、俺これで OK を漏らしてたんですけど、これもちょっとね、学校の先生に合わせてください。で、これはこっちにもまた続きます。同じく。こういう感じで。で、前近線がまたここにあるっていう。それが永遠に続く感じ、横に。ただ今回は1個しか書かないですけど、これが一応タンジェント、シータのグラフとなります。で、今回覚えてほしいのは、まずこのグラフ、サインシータ、コサインシータ、タンジェントシータ、噛んでる、タンジェントシータね、のグラフの書き方なんですが、もう1個覚えてほしいことがあって、で、コサインとあれだから、まず、青からいこうか。これ言葉なんだけど、偶関数、そして奇関数っていう言葉があります。で、偶関数っていうのは Y 軸に対称のものを言います。 Y 軸対称で、この中で言うとちょうど青に合わせてるんですけど、青、コサインシータが偶関数です。なぜなら Y 軸、ここで折り曲げたらぴったり重なるから、こうあって Y 軸対称になってる、それが偶関数です。で、もう一個の奇関数、これ原点対称です。いい？こっちが Y 軸対称で、こっち原点対称です。で、この中で言うとサインシータ、そしてタンジェントシータが原点対称のグラフとなっているので、まあ、これは受験とかにはほぼ出ないイメージなんですけど、まあ、定期テストとかで言葉でもし狙われた時にと思って一応ね、書いておきました。いいかな。偶関数が Y 軸対称なんで、この中だと Y イコールコサインシータです。で、奇関数は原点対称なので y イコールサインシータ、そして y イコールタンジェントシータとなっております。では、今回は高校数学数2の三角関数のグラフ丸1をお送りしました。今回はね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、これを元にしてずれます。いい？いろいろずれるんだよ、やり方があるんだけど。で、またね、グラフの問題がずっと続いていきますので、と言って、あぶね、ちょっと待って、書き忘れた。ごめん。タンジェントシータ、周期書いてないね。周期は、ここで、ワンセットで、マイナス 2π から 2π。なので、幅は π なんだよね。ごめんよ、最後に付け出しちゃったけど。なんとなく書いとこう。周期ね、π でございます。ごめんね、最後に書き出しちゃった。なので、まあ、書き方と、まあ、周期もぜひ覚えてください。で、それも含めて、次回からね、ずれたやつをやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。